close the app 時刻は6時57分です。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあラグビーワールドカップも竹縄の中ですけれども、日本シリーズも行われまして、何ねう何をもう本当に。いや、でもね、やっぱり強かったですね。ソフトバンクがね。ソフトバンク本当に強かったですね。でもあの、最後両チームの選手が出て

10月29日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。ます有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。 萩生田文部科学大臣は先週 BS 富士の番組の中で来年度から始まる大学入学共通テストで導入される英語の民間試験について 裕福な家庭の子供が回数を受けてウォーミングアップできるよ、できるというようなことがあるかもしれないが、自分の身の丈に合わせて2回をきちんと選んで頑張ってもらえれば、などと発言しました。この発言に対して、経済格差による教育格差を容認しているなどと批判の声が上がり、昨日釈明をしております。どのような環境下ににいいる受験生においても 自分の力を最大限発揮できるよう、自分の都合に合わせて、適切な機会を捉えて、2回の試験を全力で頑張ってもらいたいとの思いで発言をしたものです、国民の皆様、特に受験生の皆さんに、不安や不快な思いを与える、与えかねない説明不足な発言であったと考えておりまして、改めてこの場を借りて、お詫びを申し上げたいと思います。 野党は一斉追及だみたいなね、えー、身の丈ウィークなんていうふうに言っておりますが、うん、まあこのお、まあ、いわゆる大学入試センター試験廃止して、その後に共通テストという形で行うと、1月に、ね、今まで、えー、センター試験やってましたけど、はい、そうじゃなくって、もうちょっと高校3年生のお期間、広い期間で、うんまあ、タイミングを。 自分であったところで見つけてもらうっていうような趣旨だそうですね、はいうん、これねねそうです、ねまあ、この制度自体がちょっと分かりにくいというところや、あるいはそのまあ、もともと、ね、この番組の中で指摘されていたようにね、うん、その裕福な子は何回も回数受けられるんじゃないかとか、はいまあ、そういう点があるというのはこの制度そのものに問題点がやっぱりまだまだあるんじゃないか。うんうん、でそれによって、はい 受験生の親御さんはね非常にその不安に感じてるんじゃないかっていうまずその問題は一つあるわけですけれども、うん、まあこれはその萩生田大臣は今あ現任の大臣ですからねやっぱりこれを是正していくためにいろいろ努力をしなきゃいけないということはこれは間違いないですが、うん、ただですねやっぱりこの BS 富士の番組私全体見てましたけれども、はい、ここの部分だけを捉えてこれを出現だって言って、うん まあこれね2時間 2> <ー>長い番組で。二のウィークとか言って1週間以上かけてこれ追求しようっていうようなものではないと思いますね。ただむしろねやっぱり萩生田さんの番組の中で言ってたようにですね、はい、まあ確かにその英語の実力を本当に測るのどうしたらいいかとかですね、はい、あるいは今まで今までの試験の中で、ええ、例えば特にリスニングなんかはものすごくその。 当日の環境に左右されてる部分大きかったわけですよね。このあたりをどうするかという中で出てきた案なんですけど、はい、まただこれが確かにちょっと分かりにくいし、これで果たしてじゃあ本当の実力っていうのは測れるのかという、はい、ようなことになってくることは間違いないですよね。ですからそっちを議論していくというなら分かりますけれども、うんはい、この言葉だけで経済格差による教育格差容認だっていうのはちょっと ああまりにも無理があるででしょう、うん、でここへ来てね昨日の夜ですかねあの河野太郎防衛大臣がご自身のねパーティーの中で、えー、まあ自分は雨男であるというような発言があったと。で自分が防衛大臣になってからすでに台風が3つというところで会場がドッと湧くんですけれども。えー こういうのね、私ね、この種の切り取りとね、ああミスリードですよ。はい、つまりこの人たちは非常に傲慢な人間たちでね、庶民のことを考えていなくてね、はい、まあ大臣としてこんなその資質はいかがなものかっていう、これで一体何が私たちに生まれるんでしょうね。はい、うということでしょう。はい、あのー、やっぱり河野大臣に関して言うならば、防衛大臣になってすぐにね、確かにその、 相当大きな災害があったことも事実だし、えー、それからあの、まあ、自衛隊が関係するですね、まあ、例えばその、えー、ご即位に関する行事でもね自衛隊がやっぱり非常に役割を果たした部分あるわけですからそうですね、うん、でそういう大きな事柄がある一方で、えー、通常のねその防衛 体制というものは取ってるわけですね、はい、まあその点においてはやっぱ新大臣は相当努力もされているというふうに私は評価してますしそれからご自身の SNS なんかを使った、ね、発信も災害の時には随分やられてますよねあの発信見てると本当に不眠不休なんだなということも分かりますからねそういうところを全体として見るのが本来ね野党の役割であって。 この言葉一つでもしまた追及という話になると本当にに不毛なな国会になりますねうん全体の仕事を見るっていうのは、ね、そういうことですね、それからやっぱり萩生田さんの分野で言うならばね、うん、やっぱり日本の教育にはもっといろいろ問題ありますから、はいうん、そこを追及していただきたい、はい、与野党ともに、えー、一連の、まあ、大臣発言についてお話をいただきました。続いて、C、の日本放送ニュースです <laughs> おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん取り上げるニュースはこちらです台風19号今日激甚災害指定を閣議決定 今月12日と13日東日本を中心に大規模な被害をもたらした台風19号による被害について安倍総理大臣は激甚災害への指定を今日閣議決定することを明らかにしました、えー、これが指定されますと被災した自治体が行う復旧作業に対して国の補助率がかさ上げされるなど財政的な支援が強化されると その後もね、台風21号などに伴ってというのもありましたし、えー、<ー>だからちょっとそのえ、復旧していこうという中でね、また追い打ちをかけるようにっていうようなことがありましたんでね、本当、はい、まあ、甚大だと思いますけれども。うん、ただこれはは今回は、はい この、まあ、激甚災害指定の、まあ、激甚災害の指定というのは今日閣議決定されるんですけれどもね、うん、早い段階で安倍総理は言及していらしたじゃないですか。ね、これは私はその早い段階で言及したというのは極めて重要なことだというふうに思っていましてね。やっぱりその復旧に向けていろんなことをする。はい、あるいはその今回ですね、ちょっと私、あの自分のあのインターネット番組、自分の出てるインターネット番組でですね、うんうん、あの、まあ、災害の、台風の災害の直後に、はい 大阪の吉村博文知事に、あの、電話でちょっとお話を伺ってですね。ええええええ、はい。あの、まあ、今回は東日本が結構、まあ、あの被害がすごかったと。うんでそれに対して、あの、西日本の、あの、関西の広域連合ですね、はい、6府県ですかが、はい。あの、それぞれ、こう、相手を決めて、支援をしていくという,うん取り組みということで、それについて話を伺ったんですけれども、はい。やっぱりその、自治体の長としては、 まあお金のことは心配するなというふうに政府に早めに言ってほしいと、うそういう心理だということをおっしゃってて、そ,ね、それはそうだろうなというふうに思うわけですよね。で、あの時点でも、要するにまあ激甚災害支点については、ちょうど総理がまあ言及したというところだったんで、復興していくにあたって、復旧事業とそれからまあ復興していくにあたって、国の補助はかなり得られるんだなという、多少の安心感はあったんだと思いますけれどもね。ただ、それにしてもね、今回本当に、はい。 どん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 副次的に出てきた被害っていうのも大きいですよね。そうですね。まああの雨が降ってまあその当座でまあお亡くなりになった方ももちろんいるんですが、まあその後例えば水源地に降った雨が後から流れてきて出てくるというね。まあそういう意味ではね、その今後やっぱり公共事業とかですね。あのあらゆるその整備関係をまあこの復旧ということだけじゃなくてどういうふうに考えていくのかっていうもう一度そこを に立ちるる必要もあるでししょうしねうそれからこの激甚災害指定のね、はい、一覧っていうのをこう見ていくとわかるんですけど、ええ、あの以前私ね番組でやっぱりこれも取り上げたことあるんですが、うん、日本はそのもちろん何年に1回か大きな地震が起きるっていうことは私たちの胸の中にありますけどね。はい、毎年この水害って の被害っていうのは甚大なんですよね,すねだから去年は関西がね、うん、そうでした。はい。それこそ、関西からね、本当に、<え>うん、関西空港の橋空港もね、ね使えなくなってしまったりしましたけれども、えー、今回はですね、東日本は、かなりその農産物の被害というのが大きいんですね、うん。収穫期でしたからね。そうですよね。なんか1700億円を超える被害、はい、ということですか。まあ、そういう点で考えると、 あの農家の方々が非常に大変だっていうこともありますしね、はい、あとこれはあの東京なんかだと特にそうなんですけれども、ええ。 これ農産物の値段っていうのはだいぶ変わってくる可能性ありますよね。そうですよね、まああのー、今、豊洲ですけれども、はいえー、市場でまあ成果やってる人に話聞いたりとかしたんですが、やっぱりだんだんとこう上がりつつあると、まあ、そ長嶋卸の方々なんかは、じゃあ、ここがだめなら別のところでっていうのはもちろん、大体はあるけど、やっぱりみんなが殺到するわけですからね、そうですよね、物、ね、がね、一時的にであっても少ないということはあるでしょうからね。うーん まあそういう意味でね、その、はい、政府も今、まだ全容を掴みきってないというところが、これがまた問題なんですよね。そうですよね。これだから基礎自治体がやっぱりまあ大合併があったりとか、はい、あるいは人減らしを今までずっと続けてきたと、えー、いうので。そうなんですよ体制が弱くなってますからね。その部分って結構あるみたいですね。自治体が今回被害を受けてしまって、はい、全くその機能を果たせないというところもありますから、そういう点でね、この行政の効率化 っていうことと同時にやっぱり日本のようにこれだけ災害の多い国だとね本当にその基礎自治体の役割というのがこういう時にああ改めてというところありますからね,そうで,すねですから効率化だけではやっぱり済まされない点も課題として残ったっていうことじゃないでしょうかね、うん、まあここ20年ぐらいその災害が少なかった時期かもしれないですよねそれで意外にれねリスクをこうちょっと低めに見積もっていろいろ人減らしとかをやったけれども、はい これ、これから先ちょっとなんか変わってきた感じありますよね。そうですね。ですからその公共事業を減らしてきたことと、えー、それから同時にその自治体をね、やっぱりあのスリム化してきたこと、うん、これがやっぱり今回の、まあ、災害においては、ちょっと問題じゃないかというような方向になってますよね。はい、で、うん、あの、まあ、自治体について言えば、えー、確かにその通常の ことにおいてね、はい、あまりコストをかけていくというのはまあ望ましくないという部分もあるんですけれども、このいざという時の対応をどうするのかということですね。はい、でただ自治体については 今あのただでさえええ、自治体に人材を集めることも難しくなっているという状況ですからねう、はいまあ、そういう点でその効率化しつつ、うん、どうやったらこういうい何か問題が起きたときに即応できるという体制を取れるのかということを私はあらゆるそのテクノロジーを駆使する形で考えていくべきだというふうに思いますねえでは続いてこちらのニュースです。<laughs> 中国共産党は主要政策を決める重要な会議、四中総会を昨日から北京で4日間の日程でスタートさせました。 四中総会第19期中央委員会第4回総会ということで今回はいろいろ変わるかもしれないということが、ね、報道されておりますすねねそうで世代交代的なことも、ねはい、あの言われていますよね要するにいわゆるチャイナセブンというふうふに言われていた最高指導部の政治局常務委員、はいうん、これをまあ2人ほど増やすと。 で前から言われていたね、はい、あの次世代の人たちですか<ー>の名前が出ていますけれども、はい、まあただですねそのちょっとここのところ注目しなければいけないのは、はい、あのまあこの習近平指導部がですねおそらく一番頭を悩ませているのはアメリカとのうんまあ問題ですよねはいもはや貿易摩擦だけではなくな,ってきてい,、ね、ないですねでまあこれがねやっぱりアメリカ側は全然その手を緩める というような気配は見えず、ペンス副大統領のやっぱり演説を聞いていると、ね、はい、やはり、まあ、日本もしっかりしろということでもあろうと思いますよね。すよね何すり寄っていって,っ,てってんだよというニュアンスを感じますよね。ですから、その中で日本が習近平国家主席を来年春、国賓としてお招きすると。はい あの、私はね、招くこと自体を全面否定はするつもりはないんですけれども、やっぱ国賓扱いにするということは避けるべきだというふうに思いますね。えーはい、うん。まあそうすると、ね、えー、陛下との会見があり。あ会見があり、晩餐会があるというようなセットですからね。それはあの国際社会に対しても誤ったメッセージを送るということになりますね。やっぱり香港の問題や、そのウイグル人に対する、はい まあ、あまりにも苛烈なその人権問題を抱えているという中ではこれはやっぱり相当問題だというふうに思いますね。はい、で、まあ、このね要するにアメリカがあの中国に対して依然としてこうおまあ姿勢を緩めないという状況をやっぱりどう見るかっていうことなんですけれども、はい、結局アメリカは今やもうその国内にほぼ。 かつての親中派って言われるような人たちはもういないと、ええ、いうことなんですよね。ええええ、で、これはその、もちろんね、えー、アメリカ人の正義感や倫理観に火をつけてしまって、本格的に火をつけたっていうこともあると思いますけれどもね。うん、それと同時に、もう中国ビジネスにうまみはないということを見切ったんだというふうに思いますね。あ<ー>うん、それよりもむしろね、やっぱり国内の富が流れていってしまう要素の方が、はいええ、むしろ深刻だと,だということに、党派を問わずみんな流れて、 あの今気づいたということはあると思うんですけれども、うん、私はやっぱりこれね、日本はまだ全然理解が足りてないなと。はい、まあ同じことが日本でもすでに起こっているはずなんだけど、やっぱ目をつぶる企業経営者とか多いってことですか。多いですね。未だに多いし、それから日本はまだまだ新たに中国に出ていっているという向きもありますからね。えー、まあそういう点では、えー、いやそこも違うんじゃないのというところをしっかりね、やっぱりあのもっとこう国内で。はいえー 周知していいいかなななきゃいけないんだなともうね、私も中国がその日本にとってね、決してその富をもたらしてくれる存在じゃないんだということを、はい、まあ自分的にはですよ、言い続けて10年以上経つんで、<ー>もう若干虚なしさがあるわけですけれども。まあ、向こうで稼いだところで、その利益だって持ち出せないうそう持ち出せないわけですしね、それからその、まあ、この10年で言うならば、はい、10年前と今と何が違うかというと、中国は相当なその法律改正をして、 はい。何でも分取れるというような状況にしちゃったわけですよね。うん、それから日本人も今拘束されてる人たちも多数にいますしね。うねこういう状況を見てもどうなのですかと、うん、いうこと。まずは日本国内でね、通、はい、いて通っていかなければいけないですね。うんえー、この時間ジャーナリスト有本香織さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方はこの後も有本さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。日本放送飯田浩司の OK5G アップ。教えてニュースキーワード。七時二十六分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。IOC 調整委員会。 来年の東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地をめぐる問題明日30日から3日間の日程で開かれる IOC 調整委員会で最終的に決定する見通しです えー、一部報道では、大会組織委員会は札幌大通公園発着の提示を検討ということですが。そうですね、うん、まあ、その場合は、回収費が相当かかるということはありますよね。まあ、これね、えー、東京で行うと、暑さ対策、いろいろやったのにというふうに、知事はあ言ってますけれども。 うん、夜中でも暑いっていうのはこの時期。まあそうですね、それとね、うん、やっぱり夜やるのはどうかというのが、はい、あの、まあアスリート側からも一部ね、意見がありましたけど、やっぱりマラソンというね、こう長い距離、はい、まあロードコースで行う競技を、夜やるということになれば、うんうん、これは警備としては相当大変ですね。確かかににそううですすねも空ら要るに 空からヘリで撮影ができないからっていうことを、はい、まあ理由に挙げておられましたけれどもね IOC の側はねまあもちろんそのあちらはビジネスを考えてそういうふうに言うんでしょうけれども、うん、開催側としては空から監視目視できないわけですからね確かにそうですね、えー、夜をやるというのはこれはちょっとやっぱり勘弁してという世界はあるんだと思いますね、うん、で、ただもちろんね、はい、えっと私も都民としてはちょっとこれ残念だなということあるんですけれどもでもまあ小池都知事 私が、えー、まあ以前かつてねやろうとしたのはこういうことでしょう、はい、でもああまあボートを持っていったりとか、えー、決まっていた、はい、そのいろんな調整を経て決まっていたはずの競技場を他へ持っていくとーー突如としてね、うん、言い出してしまったというようなことのなんか、まあ、まるで一種返しのようにも見えるし <laughs> でねやっぱりねこの暑さ対策いろいろやったって言うんですけれども、はい、やっぱり東京の暑さ対策が、うん この、なんか科学的説得力を持ってるものなのかどうかっていうのは、ちょっと私たち都民にも、今一つね、という感じしませんかうん。まあね、あの、どんなに頑張ったと熱いものは熱いって思っちゃ、ね、いますね。熱いものと、それからその道路をね、えー、あの、はい、なんかこう、水が、ね、あの、塗ったりしたじゃないですか。ああ、ありましたね。あれ 一体どのくらい効果あるんだろうというところの実証性が今一つよくわからないというところもあるわけですよねうん、うん、ミストいっぱい出したりとかね、そう,ですねそういうのもありました、ね、やっぱりね、この、まあ、マラソンに限らずですけれども、はい、オリンピック全体、オリンピック・パラリンピック全体でいうとね、えー、やっぱりその当初の、まあ、小池さんが知事になった時のよくわけのわからない混乱ぶりというのがありましたよね、はい、それが一つ、えー、それからやっぱりその築地市場を豊洲に移すことを2年間いたずらに延期して しててまっったことによって、はい、オリンピック専用道路というふうに考えられていた環状2号線ですね、はい、大会期間中はということですけれども、うん、晴海の選手村からメインスタジアムまで約10分で結ぶ専用道路を整備すると、うん、これは一つの国際的な公約になっていたわけですけれども、はい、これ、果たせないという状況になりましたから、まあ、少なくとも IOC は、この開催都市である東京都知事のガバナーとしての、 まあ、ありようについては全く信頼をしてないということだと思いますね。<ー>で、今回、まあ、小池さんは、まあ、この要するに発表があるまでほとんど蚊帳の外に置かれていたということは、はい、これは事実ですから、まあ、言った仕方ないですよね。まあ、組織委員会と、そして、はい、あの、札幌の方には、はい、どうやら根回しは新しいというね。あったらしいということですね。話でしたが、えー。で、まあ、これは東京が、 大通公園じゃなくて札幌ドームのあの改修とかですかあるいは、はい、の大通公園の一部整備とかですねまあこういうことについての費用は東京が持たざるを得ないんでしょうねうんまあ開催都市として、はい、開催都市としてということですねまあこれアスリートファーストいうんだったらその非常に乱暴な考えですけどだったら10月にありゃいいじゃんとか思っちゃうんですけどねそうそうだからねこれもねまあ今更な話なんですけど、はい、一部競技の日程については、えー、まだその検討の余地を残していたんです 要するに小池知事が就任した当初であれば、はい、でそこについて問題視しないで、うん、わけのわからないことをやってしまったということで、うん、混乱だけを起こしちゃったわけでしょう。ここ、はい、これはやっぱりそのまとともにこのことを 検討する相手ではないというふうに向こうに思われても仕方ないですよね。あ結局その辺が今にも、うん、おを引いたと。はい。だからその全体をね、日程として動かすということは難しくても、はい、一部協議に限れば、その余地がなかったわけではないということは関係者も言ってますからね。うん、まあだからそこだったんですよね、本来はね。うん、やらなきゃいけなかったのはね。はい、政治力発揮しなきゃいけないのはそこだったのに、うん 国内の、ましてやそのご自分のパフォーマンスのために、オリンピック・パラリンピックを使おうとしたという経緯がありましたよね。はい、で、周囲の自治体、まあ、東京周辺の自治体の長がもう怒ってね、あの、官邸に詰めかけるというような事態も一時ありましたぐらいに、や、うん、っぱり混乱だけを巻き起こしてしまったわけですから、はい、ま、その、なんというかな、うーん、<laughs> まあこと 関係している話ですねうんまあね、これ、マラソンとか、うん、まあマラソン競歩はこ今回、札、ま、幌、あ、にするかどうかって、相状に上がってますが、はい、まあこれでも同じぐらい、えー、そのアスリートに負担、暑さが負担になるというところでいうと、うんあ、トライアスロンとかって、どうすするんですかね、はいはい、そうですね、まああのあたりも問題ですよね,ね。あんまり議論になってないんですけど、環境として限られますもんね、泳げるところで走れるところでバイクもあると。そ、はいうんはい、そうですねそれが、うん できるるととといいうところは非常に限られれてくると思いますけれどもね、まあ、プレ大会でも相当危険者が出たという話でしたからね。ねうん、あるいはあの私、ちょっとプレ大会取材に行ったんですけど馬術も馬がばてるみたいですよ、はい、あそうそうね。馬の危険っていうのはでもこれも当初から言われていましたよ、ねまあ、そうなんですよね、うん、なんか大型扇風機を置いてなんとかするみたいな話らしいんですけどだからやっぱりその最初から言われていた本当に深刻になるだろうという懸念材料のところを全くクリアしない。えーえー、それでいてなんかこう暑さ 対策なのかよくわからないみたいな感じの対策だけをやってきたということですからね、うまあそういう点では非常にこう心配の種っていうのがいくつかありますよね、1>, う1年切ってますからね、うす、はい、え今うのキーワード、IOC 調整委員会でした。 時刻は七時三十五分です。ニュースについて様々ご意見いただきますね。えー、大臣の、まあ,あ、発言について、はいえー、今日の七時頭で取り上げましたが、えー、山都市武さん四十三歳会社員の方、萩生田氏と河野氏の発言問題になってますね。なぜこう氏と河野氏のか、議員だからとかリップサービスとか野氏の発言ません。普通に頑張ってくださいの一言でいいのに、それが言えないのはどこかに問題があるとしか思えない。襟を正すとか言いますが、そんな人を見たことがないと。 いうふうにいただいておりますうー,んうーん、まあこれね、河野さんの発言は、発言というか、これ、<laughs> まあ公園の枕の部分というねうー、まあ、パ,ーーパーティーですね、ご、えー、自分の支援者を集めたパーティーってことですよね、まあ口が軽いというか、ですねこれ、ちょっと難しいところがあって、たまたま BS フジの番組というのは。ははい、はい すごく長く喋る番組ですよね。まあ、2時間ぐらいありますからね。そう。うん、ですから、いろいろ言葉を尽くして説明をしなきゃいけないという中で出てきたことで、はい、口が軽いという、うん、その軽率な部分というのとはちょっと違う、あの、流れで出てきたものなんですけど。まあ、でもパンと切り取っちゃえば、軽率な発言だったっていうふうにも見えてしまうっていうところなんですよね。ええ、でも結局、長く喋るから、ある意味、うんうん、あの、地金が出るというか。 うん、部分もありますね政治家としての実力みたいなものがちゃんと説明できる人っていうのはちゃんと政策分かってなきゃできないからそこが分かるっていうのはあの番組のいいところなんではないかと思ううんでですそあれ全体見るとね萩生田さんは非常にこのもともと門家族ですからね、うん、理解していらっしゃるなと。いう、okay. 時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩二と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ イギリスの EU 離脱期限来年1月末までの延期で合意イギリスの EU 離脱をめぐって EU 加盟国は28日ブリュッセルで大至急会合を開き10月末の離脱期限を最長で来年1月31日まで延期することで合意しましたこれによりイギリスが今月の31日何の取り決めもなく EU を抜ける合意なき離脱は回避されました EU のトゥースク大統領、ツイッターで発表しております、はい、まあ延期、今回で3回目ということになりましたうそうですね、まあ、これは難産というか、難重するだろうということはね、当初から、あのー、分かっていたことでしょうけれども、ただ、ジョンソン首相は、就任ののまに、この人らしいこう叫びというかですね、はい、そういうのを言ってましたよね、あの10月末までに何とかしろよみたいな。うんうんうん 何としても離脱する。何としても離脱するんだぞと。そうじゃなかったら俺は怒るぞみたいな、そういうニュアンスでしたよね。そうでしたね。ですからこれ、だから選挙に突入していくってことなんですかね。うーん。ま、あの、直後というか、すぐに総選挙というのは議案が出されましたけれども、これ3分の2が決うですいないとダメだったということですからね。で、結局そこまで得られずに、否決ということが決まっております。 この後どうするのかというところですそうですね。まあでもやっぱり選挙でその心を通っていくっていうことにいろんな形で進んでいくっていうことなんだろうと思いますけれどもね。あの、ただ、はい、まあちょっとこれ整理しなきゃいけないのはですね、うん、結局、うん、まあ最近の受け取り方としては、はい もう何回も否決されて、もう何やってんのみたいな話なんだけど、うん、これもっと大きな流れで捉えるべき事柄だったんですよね。はい、そもそも、えっ、ー、と、2016年でしたっけはい、えー、国民投票。国民投票あったのはね。うん、で、その直後に、あの、ジョンソン首相の前任のテレザ・メイ首相が、はい、あの、党首になりましたと。えー、でその時にね、えー、あの、私は非常にこれ印象深かったんですけれども、うん、あの、まあ、党首として、えー、保守党のね、 えと党大会だったかな、何かで演説をされたんですね、はい、その時にやっぱりその、メイさんが言ってたのは、やっぱ世界の大きなその歴史的流れですよね、うん、つまり今まで世界はそのみんな一緒になる方向、はい、平準化されていく方向、それがみんなにとって幸せになるんだというふうにずっと言ってきたんだけれども、うん、実はそれ、そうではなかったよねと、うん、つまり自分の隣に知らない人が突然来てね。 で自分たちこう代々この国に生きて支えてきた人間と全く同じ権利を享受すると、はい、いうことに対する不満を持つ人がいてもそれは当然だと不満を募らせる人がいてもそれは当然であるとかね。はい あるいはその、お全くお他の国からですね、ポンと人が来て、自分たちのその、お仕事を奪ってしまう。うあるいはその共同体を一変させてしまう。こういうことに対して、はい、その恐怖を抱く人たち。こういう人たちをそのメディアとかね、政治家が軽蔑してきただろうと。はい、うん。あんたたち遅れてるみたいな。はい、でもそれは間違いですよと。やっぱりだからその、一般的な人たちのそうした感覚を私は大事にして。はい。 えそのことに国は答えていかなければいけないんだっていうことを彼女は言っていて、うんはい、そういう流れの中で出てきたのがこの EU 離脱であっただろうし、うん、それからやっぱりトランプ政権の誕生ということでもあったわけですよね。はい、まあ日本においいいてもそういううのの流れれとははあるわけで、うん、これは 私やっぱり無視できないことなんだろうと思うでそれに、まあ、あの当時、ですね、はい、一番 EU 離脱というのを激しく主張してたのがこのジョンソンさんなんですよね、うんうんうん、そうですね,保の中でね、まあ、かなりとんがったキャンペーンみたいなことをやっていた人ですから、はい、やっぱり彼としてはこの自分が持っているその政治課題であると同時にやっぱり世界の流れの中でイギリスはこれからどうやって生きていくかっていうものすごいこれ分岐点に立たされているっていう認識があるでしょうからうん何んとしてもやり遂げるというご覚悟はおそらくあると思いますね。う うん、これからどういう政治的に手を打ってくるかなんですけれども、はい、その政治的に打ってくる手だけに、私たちはあんまり目を奪われるべきではなくて、ええええ、やっぱりそういう世界が今、流れを変えようとしてるっていうことに、もう一度ちゃんと思いをいたして、このニュースを見るべきかなというふうに思いますけれどもんまさにそのグローバリゼーションと呼ばれたもの、うんね、これって確かにもう無条件に素晴らしいものなんだというような、い、うん、まあ、未だに日本ではね、うん、そういう報道もありますが。 もちろんねだから EU と一緒になる方が、いろんなその利益があるという人たちもたくさんいるしね、目先の点でいけば当然、利益はあるわけですよ、でもやっぱりそれを突き詰めていけば、国というのは何なのかということにもなってしまうし。はい それからそのイギリス人の、まあ、ずっと守り育ててきた伝統的な生活っていうものがありますよね、あの進歩と同時にやっぱりずっと、ま、強固に守ってきたものっていうのがあるわけでね、これがいとも簡単に壊されてしまう、はい、しかも自分たちの意思決定できないところで、その大陸ヨーロッパの EU の議会とかですね、えー、そこで、官僚機構で決められたことが突然降りてくるわけですよね。ここののとととを不当だだいいうふううううふふにに思うのは、はい、あ,のある意味健全だというふうに 私は思いますけれども、ね、確かにその、まあ、ヨーロッパ EU のこう実験というのは主権の一部を EU に吸い上げてという形でこうやっていくと。まあ、それは 国民国家同士はそこでこうぶつかり合うわけですよね。そうですね。そうなってしまうとね。同じ国の中だったら、俺たち同胞だからしょうがないと。例えばどっかでこう、ちょっと経済が落ち込んだりとか、災害があっても助け合おうよってなるんだけど、それが別の国ってなると、どうして俺たちの税金持ってかれなきゃなんねんだよ、そうそう、そういうことなんですよね。だからその吸い取られてしまうっていうことだと思うんです。で、さっきその飯田さんおっしゃったグローバリゼーションという言葉で言うと、イギリスはまさにグローバリゼーション グローバリゼーションの覇者だったわけですよかつ,、ね、かつては大英帝国 <laughs> 大英帝国時代はで、ねはい、まさにそのグローバリゼーションを地で言ってたのがイギリスなんだけれども、うん、まあ今そういうことはなくなってきている、はい、いそのメリットは小さくなってきている、えー、その中で EU としてヨーロッパ全体で一緒になることによるデメリットの方が大きくなっているうん、うん、それ両方を天秤にかければ、はい、もう一回自分たちは離脱して自分たちにいい枠組みをもう一回作り直そうというような そういういことでももあるかもしれません単純に国民の声に応えてるというだけではなくて、うん、イギリスにとってうまみが少ない戦略的な、うん、だからそういう意味で大陸ヨーロッパ初動のものに乗っかってずっといるよりは、はい、やっぱりもう一回ガラガラポンをして、えー、自分たちにとってまあ言ってみればメリットの大きいシステムをどう構築するかそのために一旦ーーしなきゃいった、うん離れなきゃいけない。 壊さなきゃいけないというところかもしれませんよね。はい、あの一部報道ではあこのジョンソン首相ですが、うん、野党の一部スコットランド民族党。 とか、あるいは自由民主党と手を組んで、はい、えー、12月9日に総選挙を行うと。うん、まあ、あの、1月31日まで EU 離脱が延期された暁には、えー、12月に選挙をしなきゃならないっていう法律を通そうとしてるらしいです。解散そのものは3分の2必要なんですが、すね、これは一般法になるんで、過半数でそうそうシステムがね、イギリスはね、日本なんかと違いますからね。もね面白も、いですよね。そう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 なんですよ。キャメロンさんね、 の遺産なんですよね、えー、負の方になるんですかねこれもねもかもしれませんねだからそうそういうね合意を持っての解散だって言うんだったら解散っていう意味はどこにあるんだっていう感じにもなりますもんね確かにね、うん、そこでまず一つ妥協しなきゃなんないしそういうことですね a、えー、ということでイギリスの eu 離脱についてお話しいただきましたこのコーナーを含めましてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください <Okay. S 2>、うん 時刻は7時52分です。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、様々なあご意見をいただいております、うんえー、こちらこうちゃんさんは藤沢の方ですねアメ、えー、男身の丈発言どうしてそんなに反応するかねマスコミも楽しんでいろんな発言を切り取りしているような感じがします、うんえー、しかし日本は国会で話し合う問題が山積してますよね<う>こんな発言問題よりも防衛問題とか憲法改正について議論をした方がいいんじゃないかと庄司、えー、さんは川崎市の方身の丈植木とか言いますけれども 国民から見たら最近ずっと上げ足イヤーですよね。うまい。いうような。うまいですねー。うーん <laughs> なんかやっぱああやって切り取りっていうことになると、はい、もうなんか、長い時間をかけて、もう全く無理ですよね。そういう番組って作れなくなっちゃうじゃないかと思うんですよいや、本当にそうですよね、だから、うん、あの番組は確かに、その長くじっくりね、話ができる、はいあの、議論ができるっていうところが売りの番組ですから、うんあまあ、そういうものはもう成り立たなくなるのとね、それから、あのこれはね、はいえと、元産経新聞のね、あの政治部長だった石橋さんがおっしゃってたんですけどね。 あの座学の名手ほど出言を取られやすいと座学の名手ほどつまり、出言って斬言じゃないんですよ切り取りなんですよ、ほとんどがもう大半がそうです私も古いアーカイブ全部見てますけどあの森喜朗さんの出言から全部そうですけどねはい、私ね実は萩生田大臣にも直接申し上げたことあるんですけどねやっぱり森喜朗さんと萩生田さんっていうのはちょっと似たタイプで本当に座学 まあ、座談の、ねはい、名手って言っていいと思います、あなるほど私、さっき座談って言いました、あ座,座学って言い、座学、ごめんなさい、座談,座談の名手、確かにね、<談>あの結局、森さんとかも、そうそう、それとねあの、座持ちがいいだけじゃなくて、ねええ、実はお二人とも割と語彙がものすごい豊富なんです、むしろ。 で言葉をいろいろ巧みに尽くそうとすることによって切り取られやすくもなるっていうことなんですよ、はい、だか神の国発言だったあれは比喩表現であった,た、うんそうですだから比喩なんて通じないんだというねその場に合わせた比喩なんていうものは通じないんだとだまあ言ってみればね小泉純一郎さんみたいにはい 一つのことを言い続けるっていう,う逆に根性があれば、えーえー、人間ってあんまり同じ言葉とかりずっと言い続けられないっていうのあるじゃないですか。確かにね。ねちょっと変えたくなっちゃったりいろいろ言葉を変える、巧みにする、んそこら辺がむしろあだになるっていうことなんでしょうね。うはい、え今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。 お送りしてまいりました。ok ケー工事アップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい、番組オリジナル防災やる民ブランケット、三人の方にプレゼントです。新潟県の西田さとしさん、富見野市の石井よしえさん、袖ヶ浦市の飯塚恵三さんご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。 明日ののコメンテータータは国際政治学者の細谷雄一さんですザフォーカス夕方6時から今日はあ作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんとお送りいたします、えー、今朝はジャーナリスト有本薫さんとお送りしてまいりましたどうもありがとうございましたいろいろメールやツイッター、はい、いただきましたねありがとうございます えー、イギリスについて、はい、アバー・ワークーさんツイッターで自分たちに都合のいい枠組みを作ろうとしているという見方を大いに同意します <laughs> イギリス人によく見られるメンタリティーのような気がします <laughs> まあさすがにね、えー、大英帝国をそう世界の覇者になった国の人たちですからねんなんかあの日本人って与えられた条件の中で頑張ろうねするけどいますよやっ,やっぱりイギリス人ってこんなルール面倒くせえからぶっ壊してまえ <laughs>、まあ、ルールメーカーに自分たちがなるっていうのを常にねやっぱり国際政治の 目標にしてるから、それある意味正しいと思いますけどね。それが<は>一番旨まみが大きい。そう、そうだと思いますね。んうん、そこら辺したたかに行きない日本もいけないっていうことになりますよね。はい、その、うん、通りですね。うん。とおきでこの時間の愛知日本放送飯田浩司と有本香里と真里恵一佳でした。沖の日本放送この後はかき花ただし、あなたとハッピーでお楽しみください。この後はかき花ただし、あなたとハッピー。